日本のなんかプロ格闘家の選手とかもあのブレイキングダウンを全然利用してもらいたいなっていうのが僕の本心で、なんかライジンさんと協力できることがあればブレイキングダウンとなんか提携とかしても面白いみたいな話はしてました。もしかしてパッキャオさんともブレイキングダウンの話をされたんですよね。パッキャオさん、はい、いや、してないです。はい、協力を求めたりとか。あ、まだ そこまではしてないです。でもなんかあの日本のなんかプロ格闘家の選手とかもあのブレイキングダウンを全然利用してもらいたいなっていうのが僕の本心で、まあなんかなんだかんだ言ってもこう格闘家のなんていうんですかね、価値ってなんかどんだけのお客さんに見たいと思われるかだと思ってるから、まあその自分のなんか主戦場としている団体はあると思うんですけど、まあその一回ブレイキングダウンを利用してこう自分の存在を知ってもらってまた元の舞台に戻っていくのもいいと思うし、なんかブレイキングダウンを全然利用してもらいたいなと思います。ライジンの榊原代表がブレイキングダウンに学ぶものもあるって会見で言ったことがあるんですけど、それを受けてこのお二人どういうふうに思ったのかっていうのを聞かせてください。はい、ゆうさん。僕からすごくなんか大人な、やはりできる方だなと思いました。そういうことを多分言いたくても言いづらい環境はあると思うんですけど、まずそう思ったこと、あと、まあ、あと僕ら自身も別に対抗したいと なんか格闘技業界をなんかなんですか、敵対心をむき出しにやってるわけじゃなくて、むしろそのこれきっかけで格闘技を見たとか格闘技を始めたとか、そんなことが増えていけるような土台を作っていきたいというのが初めのコンセプトの一つなので、で実際それが今形になってきているかなと思っています。なので、まあ、当然手を取り合えるところは当然手を取り合っていきたいと思っていますし、はい、なんかライジンさんと協力できることがあれば、もちろんこちらから経験者のものがあるようですので、はい、いろいろご教示いただければと思います。はい、まあ、あの相変わらず頭の柔らかい方だなっていう印象です。で、まあ、あのすごい僕は良好な関係なので、あの結構メイウェザー戦とかのことも含めてあの連絡とか取り合ってますけど、まあ、ブレイキングダウンとなんか提携とかしても面白いみたいな話はしてました。